ツイキャス配信者を初めて止めたっていうのが王子が初めてかな、確かね。うん、前の韓国配信は5月22日から。王子はね、めちゃくちゃ話しやすかった。トークがめちゃくちゃ、なんだろうね、話しやすかったね。閲覧もあの時高かったしね。まゆちゃんごめんなさい、元嫁足場でした。本当にクリちゃんが言ってたのそれ。カニ道楽のウーバー、そうだから金がかかるドラ息子だった、ドラ猫だったんだよ。あんまりね、長居することはできなかったね。あの時私プラチナプラスでもないし。そうだったね、そうでした、そうでした。ゼロワンとも高いけど、前とというか僕には関係ない。過去でしかないからさ、どんなに、じゃあ過去ね、その元彼と仲良くてもそれ過去だしね。わあ、よく覚えてるね。王子の時にキムチ作りしてたのかってことは、きっと冬だったんだね。まゆちゃんアンチ開示請求する気めちゃくちゃある。なんかあの法的になんか本当に犯罪になるらしくって、そうなると開示請求が2万円でできるようになるらしくって、それはなんかリスナーさんが教えてくれた。それがなんか年内の秋だったかな。だからなんか集めてくれてる人はいるよ。低コストでできるようになるって聞いたもん。前のアンチは配信者多そう。え、なんかその過去、あの過去さ、あの自分のことを言ってた人は、そうなんか自分のとこでね、あの米番したことある配信者で、みんな女性配信者だね。女性配信者で、誰この人っていう人が多かったかもしれない。全くなんか接点がないというか、まあ、それはあるかもしれない。配信者多いね。手作り料理を責任取れないよ私。送ったところで責任取れない。まゆちゃんに会ってみたい。東京にいる。私さ、リアトツ来ないもんな、東京。本当に来ないよね、東京ね。なんか、やったところでっていうさ。そう言って来ないっていうことが多いんだよね。自分〇〇についてどう思いますかって聞いただけなのに、開示請求しますって言われたんだけど、されると思いますか。いや、それだけじゃちょっとわかんない。自分〇〇についてどう思いますかって聞いただけなのに、開示請求しますよ。その人がどれぐらい、その、だ、人によるよね。人によってはするから、されると思うかどうかっていうのはわからん。もうその丸々が分かんないよね、うん、分かんないけど。でもやっぱもう そういうのもね、ネットとかでなんかそういうこと書くっていうこともやっぱだんだんと犯罪というかね。ネットだからってよくなくなったじゃん。そのネットで書いて自殺する人も増えたしね。リューチェルとかもそうだけどさ、開示請求はできると思うよ。それ調べることは全然できる。お金払えばできるんだけど、そんなことは。それを名誉毀損とか誹謗中傷で訴えれるかどうか、逆じゃない、そっちができるかどうかだよね。
ただその人が本当にそれで精神的に来てしまって、精神科とかにも通ってその診断書があるとか、まあ、だったら訴えられちゃうかもしれないね。本当にそれで精神的に来ちゃってたわね。だって人の痛みってさ、人によって違うんだから、そんなのはね、人の感情っつうのはね。三毛猫がやろうとしたら解除請求できなかった。三毛猫がやろうと思ったら解除請求できなかった。解除請求、あ、そうなんだ。開示できる内容じゃないとできないの。まあだから開示請求できる内容じゃないとできないかもしれないし、あとはその相手が障害一級持ちとかさ、まあそういうのとかだったらね、私もいたんだよ。なんかやばいやついたんだよね。出したのに、俺は障害者一級だぞ、かかってこい、お前の住所なんちゃらかんちゃら、お前の本名ってずっと書いてるやつがいて、で同じ書いて、俺は一級だからなって書いてたやつがいて、相手が障害者とかだとちょっと難しいとかあるよね、うん、一応こういう場合で何でもできるわけじゃない。うん、いましたね、そんな人が、うん、最近解析で脅してアンチをねじ伏せようとしてる。アンチ怖いんだろうと思うけど、え、でもさ、アンチを脅してってのはおかしくない？やっぱそれは書いてる人が悪いんだから、ね、書いてる人が悪なんだから、それは別に脅してるわけでもないし、じゃあ書かなきゃいい話なんだ。うん、ね、精神障害だからって何でも許されと思ってる子いる。あーね、何言ってもだから、それがちょっとややこしいよね、うん、確かに。なるほどね。政府に障害の重要スーパー無敵だから1935とか難しいよ。生ポーの障害でしょ。でも これが怖いよね、うん、でもそれで無敵って言ってなんかいろいろやってたら良くないよ。自分に返ってくるからね。だからって やっていいわけじゃないんだから、犯罪だって。生ポーで障害持ってるからって。でもそういう人が怖いんだよマジで。自分病気すぐだから、妊婦さんとかも怖いよね。妊婦さんとかも、なるほど。うん、闇のところに来てた配信者もしてた。狛江の元カノもなくなったかもって言われてたんで、相談とどうやるね。狛江くんの元カノって誰？え、それってストロングって人？ストロングって人？あれってやっぱあの子だったの？あ、そうなんだ。ストロングちゃん、あの人だったんだ。なんかそれは聞いたことある。狛江くんのあれだったんだ。だから心が弱い人が多いよね、そのネットってさ、うん、いやー分かんないけど、なんかそれその亡くなったみたいな、あとはそのよっさんのさ、りんちゃん、よっさんリスナーのりんちゃんとかもなんかいたね、そんなことが。それも分かんないんだけど、
お酒は、五感目。ミニ缶ね。久々の配信。なんか最近ちょっとね、このゴールデンウィーク、ちょっと休んだり、配信やったりっていうのを繰り返してるから、ちょっと配信、ね、ちょっと休むと楽しいですね。狛江と3日間、あ、そうなんだ。あ、相談とつまち、まああれだよ。だから配信者も結構精神食らうんだけど、なんかそのリスナーさんとかも下手にとつましとか現れない方がいいよ。叩かれるしね。なんか言われたりとか。で、配信者のまあリスナーとかでもさ、ちょっとこう応援していくとさ、目についたりするじゃん。でリスナーとかからすると、そいつもなんかこう目立つとうざいからね、叩いたりするからね。閲覧300かクルリスになろうかな。それはどういう見解でそうなろうかなってなるの？閲覧で誰々のリスナーになろうかなってなるの？それって閲覧って関係あるの？リスナーさんからするとどうなんですかね。振るまでいけない、手をザクザク切出したんだ。あ、そうなんだ。ストロングちゃんがその煽りもめちゃくちゃすぎて意味が分かんない。別に聞きもしないんだけど意味がちょっと分かんなかった。それ閲覧が300だとリスナーじゃなくなるってのもよく分かんないもん。無職で暮らしてるやつ見てると汗水垂らしてるのがバカバカしくなる。あ、生ポとかでってこと？まあでも生ポは生ポでなんか言ってたじゃん。テテさんとかもなんか月に1万5千円以上を稼いじゃったら生その生活保護のお金もらえないって。で生活保護のお金も確か7万5千円ぐらいだっけな、だと結構苦しくない？生活できないけどな私。あ、なんかいいなとも思わないけどね。いいなって全く思わないね。だ今月頑張んないだな。まだ今ちょっと抜けてるけど、気持ち的に今抜けてるけどね。5月7日のイベントから頑張んないとな。また頑張んないと生きていけないから。生きてこそ、生きてこそだよ。あ、ありがとうのっちゃん、ありがとう。のっちゃん、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。国に帰れって思う。あ、肩ボトしたことあるけど、あの私はやんなきゃよかったな、後悔してる。肩ボト一回やって、一時流行ったんだよね、肩ボトックス。肩ボトやるじゃん。そうするとなんか肩の筋肉を使わなくていいから、なんか肩こりが治るんだよね。ここ力まなくなるからさ、肩ボト打って。そうなると肩が今まで顔を支えてくれてたから、肩、あの顔が、ここの首が逆にこう顔を支えるようなの。今まで肩が顔を支えてくれてたのか、首が力んだりすることになって首が凝るようになっちゃって、それはそれはしんどくって、なんか肩の肩ボト1回しかしてない。やんなきゃよかったなって。ただすごいさ、なんかマッチョみたいな肩の人いるじゃん。そういう人とかはまあやってもいいのかなって思うけど、私別にそんな普通だし、まあ、人によっては
肩ボト美容目的でやる人いるかもしんないけどね、首が太くなるよ。私首太くなった一時ね、そう首がねするよ、筋肉痛。